皆さん ご苦労様です。国家戦略担当大臣を拝命をいたしました玄葉光一郎です。3ヶ月前に政党史上初めて政調会長と閣僚を兼務するという立場になりました。政府与党政策決定一元化という下で、ある意味政調の立ち上げをさせていただく中で、特にこれまでの役割は与党の中でしっかり政策を企画立案し調整しまとめ上げる、そしてそれをいわば閣内の官房長官と調整をするというのが基本的な仕事だったわけでありますけれども、これからは国家戦略担当大臣を兼ねるということで、いわば閣内の重要政策の企画立案、そして政策調整も担うという立場になったというふうに考えております。特に予算、税、財政、経済、そして成長戦略、そういったことが支持書にも書いてございますけれども、ある意味支持書以上のことをですね、取り組まなきゃいけないという思いもありまして、特に官内閣、実績を着実に有言実行内閣だということでありますから、上げていく、そのための戦略課題をきちっと設定をするということがまず大事かなというふうに思っておりますので、しっかり官内閣の実績づくり、もっと言えば当たり前のことでありますけれども、この国の未来への責任を果たすために、しっかりと取り組みをしたいというふうに思っております。また新しい公共、これは引き続きの担当であります、下肢方向という言葉を3ヶ月前も使わせていただきましたけれども、これから円卓会議というものがありましたけれども、しっかり後継組織をいち早く立ち上げたいと、できるだけ早くですね、立ち上げたいというふうに考えております。また同時に予算、税などできちっと実を上げたいと、この問題でですね、そう考えております。私からは以上です。はい、じゃあどうぞ。はい、はい。国選挙室の関係でですね、はい、以前、菅総理大臣は国家戦略室は政策提言にとどめる組織にしたいという意向を示していらっしゃいます、はい、そういう発言を踏まえてですね、国家戦略担当大臣に信任されたということで、どういった組織に改めてしていくべきですか。これはですね、もともと国家戦略局、あるいは国家戦略室の狙いというのは、大きく分けると2つあって、1つはシンクタンク機能、つまりは総理への提言、もう一つは今申し上げたような重要政策の企画立案、そして閣内の調整ということであります。簡単に申し上げればもともとの案に戻すということでありまして、両方ともしっかりと担って、本来の当初構想していた国家戦略局をしっかり稼働させるというのが私の役割だというふうに思っています。いや、もう当然のことだと思っております。はい、はい、どうぞ。はい、お名前お願いします。あ、お名前お願いします。すいません。はい、経済財政担当大臣と分かれます。あ、はいはい。ちょうどその経済運営あるいは予算編成ですね、住み分けに対してどのようにお考えですか。これはですね、経済財政担当大臣との、特に経済面での住み分けということでありますけれども、基本的に先ほど月例経済報告の話を海江田担当大臣されてましたけれども、足元、短期の、あるいは単年度の経済対策の責任を担うのが、経済財政担当大臣だというふうに思ってまして、国家戦略担当大臣の経済面での役割は、いわゆる中長期の基本方針を作ると。分かりやすく申し上げれば、例えば成長戦略を策定をしたときに、10年平均で名目 3% 成長、実質 2% 成長、GDP デフレ対 1% と、そういうふうに目標設定をしたことにも明らかなように、そういった分担があるんだというふうに考えています。どうぞ。はい。2010年度補正予算案の編成について、はい。はい、具体的なアイデアがあればお聞かせください。
あとそれから自民党は5兆円規模の経済対策の必要性を訴えています、はい、大臣はどの程度の規模が必要と考えるか、その認識は。これはもう総理も記者会見でお話になられたというふうに思いますけれども、いわゆる3段階で経済対策をしていくと、最初に予備費の活用、2つ目に補正予算、3つ目に本予算ということであります。予備費はもうすでに緊急経済対策で活用をしているということでありますので、これから補正ということでありますが、これは臨時国会に向けて現実に作業が進んでいるというふうに私は理解してますし、そうあるべきだというふうに思っております。でその際は予算ではありますけれども、やはり野党の皆さんが提案を具体的にされておられますので、そういった野党の皆さんの提案をしっかりと耳を傾けて参考にしながら、これから補正予算を組んでいくということが大事かなというふうに思っております。はい、はい、どうぞ。国家戦略局のことなんですけれども、はい、その前任の新井さんが国家戦略を担当していたときは、はい、その国家戦略局をポリシーユニット的なものに変化していこうという方向性があったと思うんですけれども、はい、今回どういう判断でまた元に戻すということになったんですか。これはですね、菅総理もご自身でですね、国家戦略担当大臣を担当されてた経緯があろうかと思います。その中で一時シンクタンク機能になかなか法案も通らないので特化したいという思いをおそらく持たれたのではないかというふうに思いますが、その後の党内の議論あるいはこれからのですね、菅内閣の在り方を考えたときにシンクタンク機能にとどめずに、もっと申し上げるとですよ、もっと申し上げると、菅総理ご自身が記者会見でおっしゃってたように、もともと自分は政調会長兼務で国家戦略担当大臣を務めるつもりであったということをおっしゃったわけでありまして、そのときはまさにシンクタンク機能だけではなくて、重要政策の企画立案と総合調整も担うというつもりでおられたんだと思います。残念ながら政調会長というポストがなくなって、もっと言えば政調がなくなったがゆえに、そこから少しずつ変形していったのではないか、そんな思いもあります。で、今回、ある意味、原点に帰るような形でですね、私が政調会長兼務で国家戦略担当大臣に就任をさせていただくことになりましたので、そういう意味でもですね、あるべき国家戦略局の姿をですね、追求できる、そういう環境が整ったんじゃないかというふうに思っています。最後でお願いします。はい、刑事指導法案ですけど、はいはい、これはいつの国会で成立を目指すのかというのが一点ありますと、はい、先ほどの補正の関係についてですけど、規模感をどれぐらい何兆円規模とか考えているのか、その際建設国債等の増発についてはどのように考えたら。政治主導確立法案はもちろん臨時国会で成立が図られればいいなという思いは私自身はありますが、これは実は官房長官の所管でもございまして、最終的には官房長官と調整をしながら判断をしたいというふうに思っております。で、補正予算の規模感という話でありますけれども、先ほども申し上げましたけれども、それぞれ野党の皆さんから規模も含めた、あるいは財源も含めた提言がございます。で、私はそれらの提言は一定程度参考になると、規模も含めてですね、そう思っております。はい、以上で現場大臣の質問を終わらせて、会見を終わらせていただきます。これからよろしくお願いします。ありがとうございました。